当時現職の刑事だったので、おそらく現職からは犯人に辞めろと示唆されています。なのに今もこれを勤務されている。理由は何ですか？自分の罰です。罰、息子のように、典型ストロシカの治療の精神患者に対してしまう。